21サベージは、イギリスロンドン生まれ、アメリカ合衆国アトランタ出身のラッパー、シンガーソングライター、音楽プロデューサーである。2015年に発表したミックステープ、ザ・スローターテープにて有名になり、その後同じくプロデューサーのメトロブーミンと、コラボレーションした EP、サベージモード、また同年。 ドレークのシングル曲スニーキンでコラボレーションをしたことによりアメリカ国内で注目を浴びた。これまでにグラミー賞を1回受賞している。ライブに出演する21サベージ1992年10月22日、ロンドンのプレストにあるニューハム病院でイギリス出身の両親の間に生まれた。21サベージの両親は早い時期に別居し、7歳の時に 母親と一緒に、ジョージア州アトランタに引っ越した。2005年6月、12歳の時に、おじの葬儀のために、イギリスに行き1ヶ月間滞在した後、2005年7月22日に、H、H-4 ビザでアメリカに帰国したが、このビザは1年後に出効したとされる。2013年10月、親友が亡くなったことをきっかけに21サベージは、ラップを始めた。 音楽活動はなくなった親友のおじの助けを借りており、スタジオでの時間を得るための資金提供を受けていた。2015年5月25日、デビューミックステープ、ザスローターテープをリリースする。2015年7月2日、21サベージは、ソニーデジタルとのコラボ EP、フリーグープをリリースした。12月1日には2枚目のミックステープ、 スローター・キングをリリースする。2016年6月21サベージは XXL のフレッシーマンクラスの一人に選ばれた。7月15日、アトランタを拠点に活動する音楽プロデューサー、メトロ・ブーミントのジョイント EP サベージモードをリリースする。この EP はビルボード200で最高23位を記録し、収録曲 X は アメリカでプラチナレコードに認定されている。2017年1月18日、21サーベージはエピックレコードと契約したことを発表する。7月7日、デビューアルバム、一サアルバムをリリースし、全米初登場2位を記録する。リードシングル、バンクアカウントは、ビルボードホット100で最高12位を記録した。その後、ポストマローンのシングル、ロックスターに、 フィーチャリングで参加、全米1位を記録し21サベージにとって初のナンバーワンソングとなった。同曲は第61回グラミー賞で最優秀レコード賞、優秀ラップ、歌唱パフォーマンス賞にノミネートされた。10月31日、オフセットとメトロブミントのコラボレーションアルバム、Without Warning をリリースする。2018年12月21日、2作目の スタジオアルバム、アイアム、アイワズをリリースし、21サベージにとって、初の全米ナンバーワンアルバムとなった。このアルバムは、第62回グラミー賞の最優秀ラップアルバムにノミネートされ、収録曲、a ロットが最優秀ラップ楽曲賞を受賞した。2020年10月2日、メトロブーミントのコラボレーションアルバム、サベージモード2がリリースされた。 NY の街を歩く21サベージ21サベージは母親と共にアフリカの伝統宗教違ァを実践している。21サベージとよく一緒に活動しているアメリカ人ラッパーのヤングヌーディーはいとこにあたる。2017年6月、21サベージはモデルのアンバーローズと交際を開始したが、2018年5月までに別れている。サベージは年生の時、 銃の所持を理由にデカルブ軍学区内のすべての学校から永久追放された。彼は青少年収容所に送られる前にアトランタ都市圏の学校に通い始めた。中退後、21サベージはブラッツ関連のストリートギャングに加わり大麻を販売するフルタイムの売人となった。また、強盗や車の窃盗などの他の犯罪にも手を染めていたが、 運転していた車から密輸品が発見されて逮捕されたのは一度だけであった。2011年21サベージが19歳だった頃、銃撃戦で仲間のラリーを失う。2013年21サベージが21歳の誕生日に強盗未遂事件を起こした際、ライバルのギャングのメンバーに6発撃たれ、親友のジョニーも殺された。2014年10月、 21サベージはジョージア州フルトン郡で重罪の薬物容疑で有罪判決を受けた。2019年2月3日、シングル A ロットのミュージックビデオを公開してから2日後、21サベージといとこのヤングヌーディーと他の2人の男を乗せた車両が警察に引き止めらる。ヤングヌーディーと他の2人の男が過重暴行とジョージア州ギャング法違反の容疑で、 標的にされていたためであったが、21サベージは、米国移民関税捜査局に身柄を拘束された。この事件の前まで21サベージは、アトランタ出身のアメリカ人だと一般的に思われていたが、実はイギリス人であったことが発覚する。21サベージのマネージメントは、2017年からビザを更新しようとしていたと語っている。 アイスのスポークスマンは21サベージについて彼の公の人格はすべて偽物だ。彼は実際20代の頃にイギリスから渡米しビザを滞納している。と述べた。その後、21サベージの入出国の経緯が明らかになり彼の弁護士が期限切れのビザをオーバーステイしていたことを認めたが彼は自身の経歴を隠そうとする意図はなく 国土安全保障省は2017年に彼が u ビザを申請したことを認識していたと述べた。こうして21サベージはアイスの交流から解放されたが未だ係争中であり、米国内の移動は許可されているが海外への渡航はできない状態にある。2018年21サベージはガンズダウン、ペイントバルズアップと呼ばれる運動を始める。これは 地震性の銃器の代わりにペイントボール銃を使用することで、銃暴力を減らすことを目的としたものであった。しかし、ペイントボール銃による負傷者を出したり、ペイントボール銃を持った大人数の無秩序な行為、警察車両などの破壊行為、暴力的な報復、ペイントボール銃を銃器と間違えるなどの様々な問題が起きたことを受けて、デトロイト警察のジェームズ・クレーグ部長は、この運動を 善意ではあるが、検討違いと非難した。2018年6月10日、プールパーティー中に21サベージが銃を抜いたことで、物議を醸した。21サベージは、相手のクルーも、拳銃を抜くのを見て友人から銃を受け取っていた。2018年12月、セカンドアルバム、アイアム、アイワズの楽曲、エーズマーの歌詞が、 ユダヤ人のネガティブなステレオタイプを表現しているとして炎上した。21サベージは悪気はなかったんだ。みんなを怒らせてしまったならごめん。決してそんなつもりはなかったんだ。僕はすべての人を愛しているんだと述べている。ありがとうございます。